のない人生なんて考えられないってほど大げさなものではないですね。うん、ただでも釣りっていう遊びがない自分の人生は多分今の自分にとってはものすごく多分つまんない、ものになっちゃうかな。かっこいいバスをかっこよく釣りたい、でかっこよく遊びたいっていうのがもうシンプルに多分俺の根っこ。夢はね、正直俺人に言わないです、はい、夢はあの本当に大事な夢っていうのは人には絶対言わない。ただすごく幸せなことなんですけど、今夢の中にいます、単純に、うん、だからなんだろう、これをこうしてこう叶えたいとかっていうよりかは今その夢の中にずっといる感じですよね。寝てんだか起きてんだかよくわかんないですよね。上出来じゃね。